さて、聖太郎はなんか人魚伝説のこと調べるって言ってたよな。書斎いいのかな。あ、いた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 。どうした？何か用か？人魚伝説。なあ、聖太郎。人魚伝説についてどう思う？何かわかることないか？なんだよ、いきなり。いや、お前頭だけはいいから何か分かったかと思って。とことんムカつく野郎だな、てめえは。人魚伝説についてか。ま、それにおかしい点がちらほらあるな。おかしな点？こういう伝説が作られる背景にはよ、人寄せもしくは人よけっていう事情があるんだ、大概な、うん、例えばこの湖に来たカップルは永遠に結ばれますよとか、この川にはカッパが出るから近寄っちゃダメだとか、前者は人寄せ、後者は人よけだな。で、人魚伝説はどうかって言うと、明らかに人よけだ。たたりがあるなんて物騒なこと言ってるわけだしな。それが何だっつんだよ。なんで人よけをする必要がある？あ？こんな人も寄りつかないような山奥でよ、集落があっても人口が少ないようなとこで、なんでわざわざ伝説なんて作って人よけをする必要がある？沼で泳ぐなとか、そういう牽制じゃ。それにしても男が人魚をさらって恨んだ人魚がたたって、なんてこった話を作る必要があるか。んなもんカッパで十分じゃねえかよ。まだ変な点はあるぜ。さらわれて死んだ人魚の呪いで付近の村から女が消えたってのが伝説の中のたたりの内容だよな。なんで女が消える？人魚が恨むならここの一族寿司だけの男なんじゃねえの？なんで無関係な村の女がたたられて消えなきゃなんねんだよ。確かに人魚伝説は明らかに創作だ。こんな違和感バリバリの伝説を作り出したのは何のためか気になるのはそんなあたりだな。じゃあ続いてボイラー室。あのよ、さっきボイラー室に入ったんだけどさ、発電機みたいなのがあったんだ。発電機？なんでボイラー室に？そもそもなんでたかが民家にボイラー室があるんだ？わかんねえよ、そんなこと。湯沸かし器以外にも配管とかごちゃごちゃしててよ、一体何のためかね。配管ね、何か気になるな。俺も後で見てみるわ。うん、とりあえずこんなもんですか。よし。あ、ちょっと待ってよ、この沼の地図。うん、この赤い印はなんだ。上が北だから赤いところは東か。じゃあ新館から見て右に行けば、ん？待てよ、新館がどっちの方向があるか知らねえな。聖太郎ならわかるか。あ、なんだよ、危険じゃん。どうした？おー、来た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 んじゃない？ほら、沼の地図。なあ聖太郎、方位磁石とか持ってねえか？あ、なんで？沼の周りの地図見つけてよ、赤い印がついてるとこ行きてんだけど、方角がわかんねえんだ。ああ、なるほど。これ貸してやるよ。うん。お、腕時計。時計？あんなもん何に使うんだよ。時計を水平にして、単針を太陽の向きに合わせろ。文字盤の12の文字と、単針のちょうど真ん中が南の方角になるからよ。ん？時計を水平にして、単針を太陽の向きに合わせる。文字盤の12の文字と単針のちょうど真ん中が南の方角になる。へえ、そうなのか。ありがとうよ。おー、まあよくわからないけど、まあいいや。とりあえずリンちゃんがわかってるんやったらそれでいい。そう、リンちゃんがわかってるならそれでいい。じゃあ、その方位の調べ方もしたから、じゃあとりあえず沼に行けばいいのか。これに使うのかな。所持品で入れる。うん、
こっち向きに太陽がある、太陽に単身合わせて、で12の文字と単身の中間が南、朝倉南。じゃあ休館がある方が南だな。この地図があるのが東だから、ってことは沼の向こう側に何かあるのか。森に入って迂回していったらまた迷いそうだ。なんとかならないかな。ボートですね。ここでボートだ。そうだ、これで沼の向こうまで行けるな。ほら来た。すごいな、リンちゃんってこれ運んでいったよ自分で。セーブしとこう。とりあえずいや、これ裏返しとこう。で、リン。うん。セータロウ、なんだ。地図の場所行くんだろ。俺も行くぜ。また勝手に水泳でも始められちゃ困るからな。うるせえこのハゲ。ちわれ。相変わらず。来ましたかね。さあってことで、これどこから入るの。お、ここの地面変だな。踏みつけると変な音がする。お、格子があるが外せそうだな、うん、下に何かが見える。うんうんうん、はしごがあるみたいだぜ。降りてみるか。よし。おいリン、俺が渡したランタンどうした。さっき壊しちまったわ。死ね。おめえは取り持ってついてこい。いいな。聖太郎ひどいわ。どうした。寒い。急に寒くなってきた。体が冷てえ。それかぶってりゃちっとはマシだろ。行くぞ。ああサンキュー。優しい。で、そっか、ここで…ねえ…化け物。いや、違う。化け物じゃない。これは…そういうことか。あの人魚伝説は…じゃあ、これは…聖太郎、こいつらが人魚なんだな。いや、確かに人魚なんだろうが、これは…はっきりしろよ。こいつらが人魚なのか、それともちげえのか。ああ、人魚だ。あの伝説に出てきた人魚はこいつらに違いない。そうか。バテリン、何する気だ。話せ聖太郎、こいつらをぶっ潰すんだよ。やめろって。んなことやったって何の意味もねえだろ。意味がねえことなんて分かってんだよ。でも私はこいつらが許せねえんだ。ユカとユータを殺しやがって。殺した、こいつらのせいでユカとユータは死んだんだ。殺されたんだこいつらに。ふざけんじゃねえよ。私たちがお前らに何したってんだ。何をしてねえだろうが。返せよユカとユータを。返せ、返しやがれ。返してくれよ、頼むから二人を返してくれ。
リン。ここでもし聖太郎も死ん、いや確か聖太郎死亡ルートあったよな。もっと悲惨な結末やったもんな。これ確か人形沼って マルチエンドだったよな。確か。くそ、またかよ。どんなに歩いてもここに戻ってきやがる。チキショウ、もう一回。やめろ聖太郎、意味ねえよ。どうせここから離れることなんかできねえんだから。まだわからねえだろうが。少しずつでも地理を把握できれば。それに辻田さんも戻ってくるかも。無駄だ、お前だって言ってただろ、地図がねえと歩いても意味ねえって。3日間歩き回ってもどこにも行けなかった。私たちこの場所に閉じ込められたんだ、あの人魚たちに。オフィリアってさ、オフィリアの絵って綺麗だよな。水の中で死んでるのにすごく綺麗だった。だからきっとたくさん絵に描かれたんだ。苦しくなかったのかな、ああやって水の中で死ぬの。さあな。死ぬならあんな感じがいいな。水の中で苦しまず綺麗なまま。そうだな、俺もその方がいい。うわあ、あーと味悪い。とはにそこに。はい、ということで一旦はエンディング1個目お伝えできました。ということでこれはね、またちょっと他のエンディングをやっぱリメイクですからね、最後までちょっといろいろとやっていこうかなと思いますので、皆さんどうぞ最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。じゃあまた、次回からは、エンディング、真のエンディングを目指す、まあその前にちょっと他のエンディングをいろいろと見て回っていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。以上、かまくりでした。ご視聴ありがとうございました。